同校、WBC アメリカ代表、ガチで歴代最強打線。本気、やね。この棒はさすがに相関やな。MLB 知らんけど、ほんまにほぼオールスターって感じなんか？それとももっと上がいるんか？わーっと、トラウトが参戦している。トラウト以外無名のやつしかおらにゃん。ハーパー、手術なければ選ばれてたから、ほんま残念や。それなら期待持たせないでほしかった。ベッツ・トラウト・ハーパーの MVP 軍団で、外野手埋めてほしかった。ストーリーが辞退した結果強化されるのくさ。日本は坂本か、せめて今宮おらんと下位打線が貧弱すぎる。ただ、アメリカはこのメンツをデローサ監督がまとめられるのかって疑問はある。このアメリカより強いのがドミニカだろ。選抜はドミニカのが層が厚い。一回目もメンバーは本気だったけど、うちのが外野守ったり、ピッチャーが調整のつもりで投げてたりっていう、そっちのやる気がなかった。トラウトとかいう過去の栄光 MVP よりも、本物の MVP、ハーパーが見たかった。スタメン全員知ってたら MLB2 なのっていいか？チャンネル登録よろしくお願いします。